こんにちは、小宮てっちゃんです。今日はですね、こちらディーンの新商品のラチェットを紹介します。その名もですね、クイックツイストラチェットと言います。一見ですね、8分の3の普通のラチェットのように見えますけども、いろんな秘密が隠されているんですね。お伝えしたいポイントがですね、5つありますんで順を追って紹介しますね。まず1つ目なんですけど、これグリップがね、回るんです。回ると見えますか、先端のドライブもね、回るんですね。はい、ですから狭い場所で、ラチェットを触れないようなところ、そんな時はですね、このように、グリップを回すことで、先端のね、ソケットを回してネジを締めることができるんですね。そして2番目のポイントなんですけど、そういう狭い場所って結構奥まったところにあったりしますよね。ですからこれがもう少し高かったらいいんじゃないかななんてね、お思いの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな方のためにここグリップにですね、4分の1の差し込み角がついてるんですね。ですから、このような T 型スライドハンドルを直接つけてもいいですし、エクステンションと組み合わせてこのようにしてやると、ね、長くして先端がぐりぐり回るので、狭い場所とかね、こんな感じでぐり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 ってやっていくと、ね、ネジを締めたり緩めたりすることができます。はい、そしてですね、3つ目のポイントなんですけど、これね、切り替えがないですよね。切り替えがないです。切り替えがないんで、これワンウェイなんで、回転方向を変える場合、これアダプターを抜くんですね。抜いて、向きを変えます。そのアダプターの穴が 6.35 の六角になってるんです。ですから、今このように8分の3をついてますけども、4分の1のアダプターをつければ4分の1のソケットを回すことができますし、このようなビットですね、 6.35 のビットを直接つければビットラチェットとしても使えちゃうんですね。ですから、ソケットと一緒に例えば、このようなディーンのビットセットなんかも一緒にあると便利ですよね。はい、そして4つ目のポイントなんですけど、これね、ヘッドがコンパクトなんです。ちょっとね、ごめんなさい、ヘッドが大きいんで比べちゃいますけど、スナップオンのラチェット、ね、比べてみますと、ほら、ね、ずいぶん違いますよね。同じ8分の3ですけどね、このようにですね、狭い場所で使うであろうということをね、想定しまして、ディーンの場合はここのですね、ヘッドがね、コンパクトになってるんですね。はい、それとですね、最後5番目のポイントなんですけど、これグリップがぐりぐり回るんで、回すときにこうグリップがこう動いて、こう力を入れて、この普通にラチェットを使うとしたときに、こうグリッグリッってなっちゃうんじゃないかっていうふうに心配される方もいらっしゃると思います。ね、実際にちょっとやってみましょうね。こんな感じでですね、ガリッガリッガリッ、はい、どうです、まあ回りますけど、そんなに気にならない程度で、しっかりラチェットとしても使えます、ね。グリップが回るのでちょっと心配なあなたもですね、普通のラチェットとしても使えます。はい、そんなですね、ディーンの、新型の、ラチェット、店頭にもありますのでですね、続きはぜひあなたの目でお確かめいただきたいなって思います。